これがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。失敗すれば再び世界大戦が始まります。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を。それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなのだ。こちらスネーク。待たせたな。今回のミッションはスニーキングミッションだ。それが隠密部隊コックスの特殊任務。ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットライン。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。これが記録に残る世界初のヘイロー効果になる。鳥になってくれ。ソ連のある科学者が西側への亡命を申し。なぜ亡命を。自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。で、その兵器とは。特殊な核兵器の一種らしい。君の任務はソ連国内の産地ゼルノヤルスクに単独潜入。ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。君が失敗すればそれは全面核戦争の始まりを意味する。分かった。それではスネークイーター作戦を開始する。
ペツナズの山猫部隊。ソコロフは渡さん、さっさと立ち去れ。山猫は獲物を逃さない。なんだと？同志を撃つのは気持ちがいいものではないな。行動が可能な核搭載戦車、あれが完成し会社の手に入れば、この冷戦は終わる。そして始まるだろう、本当の恐怖の時代が。世界大戦か。
機的な移動核ミサイルシステム。この技術は歩兵と兵器をつなぐ歯車になる。まさに金属の歯車。メタルギア。どんな命令にも従う。それが軍人よ。正直疲れた。科学者はいつも利用される。やっと会えましたね、伝説のボス。これは戦争だ。冷戦という名の諜報合戦なのだ。私は任務のためなら人を好きになれる。あなたのこと。何を見た？何を知れば亡命を考える？宇宙を見た。アメリカで生まれ育ったんだ。人も国も環境で変わる。時代で変わる。どうして亡命を？私は亡命を考えたことなど一度もない。この国が好きだ。この土地を愛しておる。ようこそ我が国我が部隊。専門家によると、世界最古のスパイは、聖書に出てきた蛇らしいわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。戦闘相手は政治によって決まる。軍人は政治の道具に過ぎない。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。東洋では忠を尽くすという言葉がある。主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っている。昨日の正義は今日の悪かもしれない。忠を尽くしている限り私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ。こっちに来て分かったことが、今まで伝えられてきたことの半分は根も葉もない嘘で、残りの半分は利用するために作られた嘘。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。クソ、アメリカ人め。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。センス。クワバラ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 。